せーの、はい、せーの、フラミンゴ。なんか、あ、刺さってきた気がする。確かに、なんか、刺さってきた気がする。なんかちょっとなんか YouTuber っぽいよね。うん、ウケる、ウケる、ウケる。はい、というわけで、はい、今日は何をしていくんですか。今日は、普段ね、結婚できないって言ってますけど、本当にそうなのかとか、いろいろ。それはね、本当にそうなのかはちょっと聞きたいかも。かね、あの恋愛感とか。確かに、うちらがもう19年一緒にいるけど、お互いのタイプとか、あんまりわかんないよね、多分。知らないかも。そういうのは、全部赤裸々に話していこうじゃないかという企画です。イエー！早速始めていきましょう。早速始めていきましょう。ね、お酒必要じゃない？そう、お酒は必要。女の語りにはやっぱり、お酒が必要ということで。結杯だわ。あるけど。マジの目標。いっぱいあるかもしれないけど、平気で言う。止まってきない。うん。はい、そう。どうも。それでは、乾杯をしたいと思います。今日はたくさん飲みます。はい。お願いします。それでは、乾杯。うまっ。本当にあのこんだけ19年一緒にいて、うん、多分さ真面目な話をすることがないじゃん。ない。一生ふざけてたもん、ね。一生ふざけてるじゃん。だからね、あんまりだからリホのタイプとか恋愛事情をそんなに知らない。いやそうかな。いやでもさすがに小学生からは変わってるよ、好きな男のタイプとかは。足速い子とか。足速い子とか。頭いい子とか。頭いい子とか。面白い人みたいな。じゃあそれをね、根掘り葉掘りちょっと聞いていきたい、私は。なんか、すごい疑問に思うところあるんだけど。じゃあさ、結婚できない女の日常として、うん、TikTok に動画を上げてるじゃん。本当に結婚できない女なのかっていう、してないだけじゃないのかみたいな。で、あ、そう、多分なんかしないだけなのか、できないのか、それはまあうちもわからないですけど、うん、どう思う？え、なんかなんだろう、できない女なの、それともしない女なの？正直それはどうだろう、しない女に近いのかな、よりかも。よりじゃない？ I think so。 うん、まあ確かにすげえ上からじゃない。確かに、いやなんか結婚しない女かも、うん、みたいになってる。絶対違う、そういうことじゃない。違う違う違う。じゃあ、うん、例えば今すごいいい人がいて、もう顔も完璧なの。例えば菅田将暉さんみたいな見た目で、もうごめんなさい、私のタイプで言っちゃいますけど、菅、田将暉さんみたいな見た目で、もう性格とかも抜群に合って、まあちゃんと働いてらっしゃる方っていう、ちゃんと社会人をやってらっしゃる方でっていう方が付き合ったとするじゃん、うん、付き合って結婚しようって言われたらしますか？今すぐしない。だって楽しんだもん一人。楽しくない？一人って。どう？一人の時間ってさ、今何も縛りがないから。そうだね、これ自由に使えるわけじゃん、うん、喧嘩もしなくていいし、うん、彼氏と寂しい思いもしなくていいし。そう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 、そうなの、ね、そうなの。会えないと辛いしね。え、そうなんかね、分かる。彼氏ができたことによってイライラしたりさ、余計なこと、連絡取れないとかね、余計なことなんか、うん、イライラするわ、うん、喧嘩したりしたらね、うんうん、とかなんか、寂しいとか嫉妬したりとか、そういうのがなんか結構この年になってくると面倒くさいの。うん、めっちゃ分かる。嫌な気持ちになるのが嫌なの。あのね、すごい多分これ同じだと思うんだけど、一、人だとさ、すごい強いじゃん。なんか別に寂しくもないし、なんか別に何に左右されるわけでもないから、毎日ただただ楽しいだけなのに、誰かを好きになってしまうと、そうってことでしょ、うん、余計な感情がこう湧いてくるの。今一人でいるときはそんな感情ないのに、うん、自分でコントロールするだけなのに、あ、なんか当たった。あ、大丈夫ですか？そっちが。そっちが大丈夫ですか？そっちが。それが醍醐味なのよ。寂しいとかさ、うんね、なんか喧嘩してイライラするみたいなのが、うん、醍醐味なわけよ、うん、仲直りしたら楽しいしね。そう、だから一緒にいたら楽しいし、もちろんなんだけど、うん、今それをしようって誰かにもし言われたら、ちょっとなんか、ってなっちゃうかも。じゃあ、彼氏もいらないってことやな。彼氏は欲しい。それは欲しい気持ちはあるよ。欲しい気持ちもあるんだけど、怖いじゃない。え、怖い、さすがに怖い、もう今までなんかすげえ辛い恋愛してましたとかいうのはないよ、けど傷つくのが怖い、シンプルに。わかる。そう、何の話した？恋愛すると弱くなっちゃう。弱くなるね。それはわかる。でもじゃあさ、いつまでも結婚しないわけにはいかないじゃん。結婚したい。したいよ、そりゃ。え、
いつかはだよ、ね、家族がいることってすごい幸せじゃん、うん、最後自分が亡くなっちゃった時とか、うん、家族が亡くなっちゃって自分のねた時に乗り越えられるのかなって。そこでさ自分の家族がいたらさまだちょっとさ、うん、あ家族がいてよかったみたいな風にこう思うんじゃないかなって、うん、だからこう自分の家族っていうのを作るっていうのはすごいね、だから素晴らしいことだと思う。なるほどね。いやどうなんだろう、うん、焦りは別にないかも。あそのそれはね思う。その結婚できなかったらどうすんのみたいな、うん、これはめっちゃもう結婚することが幸せとは限らないから、なんかそうなのよ、ね、それが言いたい、うん、今の世の中の流れ的にはさ、うん、まあ普通に20代で結婚して30代から行くとああ終わったね人生みたいな感じの人があるから、結婚して子供を産むことがザ幸せみたいな、うんうんうん、でも幸せな形はまず人それぞれっていうのはすごい思う、うん、結婚したいけどそう別になんかしたくないわけじゃない、うん、そう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 それよ。できなかったらどうするの、できなかったらできなかったでいいっていう、その時自分が幸せだって思えてれば、結婚したとして、うん、めちゃくちゃ幸せになったらもうそれが幸せ、それが幸せ、うん、でこの先何があっても幸せって思えれば思える人間でいたいよ、ね、そう極論、うん、でかいんだよね話が、うん、人生って素晴らしいんだよ、人生は素晴らしい、今寂しくないもん、全然全然寂しくない全然寂しくない、あ寂しいやつみたいになってるよ、うん、強がりって思われたらそうかもしれないけど、でもね本当にそうだよ、楽しいもん、ほんとにめっちゃ楽しいし、あそうなんか彼氏なんかいらないみたいな感じだけど、ああビジネス彼氏いらない、本当は欲しい、本当は欲しい、本当は欲しい、本当にめっちゃ楽しいし彼氏なんかいらないみたいな感じだけど、えでもいたらね、これはなんか付き合ったらどうなるみたいな話につながってくるんだけど、尽くしちゃうの、いたら彼氏がいたら尽くすけど、尽くすかもしれないんだけど、なんかリホが尽くしてるイメージがない、ま、その彼氏といるとこさあんまり見たことないじゃん、見たことあるけど長時間一緒にいる空間とかさあんまないから、うん、どういう感じなのかなって思った時、どっちかっていうとリホの方が男側になっちゃうみたいな、なんかああいやいやいやみたいな、めんどめんどみたいなイメージある。あでも普段の感じからしたらそうだよね、本当は違うね、リホが彼氏ができるとなんかこうデレデレしてる、あ彼氏に甘える、甘える、想像できない、甘える、どんな感じになるの、甘えるなのかな、あれ分かんない、なんかもう、あでも態度には出せないかも、態度には出さないけど、ぽいめちゃくちゃ心の中ではもうなんかすげーってなってんの表では分かった分かった分かったって、うん、けど心の中ではうんうんうん、そうそうで急になんかそのってモードに入る時があるの、おもう態度でも、あ、タルじゃん、もうなんか離れたくないみたいな、どういう風になるの、え、やだ恥ずかしい、どういう風になるのかだけちょっと触りたい、どういう風になるの、一緒にいます、じゃ今彼氏で、でもなんかもうみたいなギャップだわ、それがえ、なんかもうこことかにもうここそう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 、そうそうそう、意外したい、意外、あ、彼氏ちょっとしたいかも、うん、ちょっと今やったらしたいかもこういう話するとさ、うん、ちょっと彼氏をしまいた、ね、恋したくなっちゃうじゃん、さっきまでなんか S に彼氏なんか別にいりませんけどみたいな話だったけど、欲しい、欲しい、甘えない、え甘える、甘える、うん、付き合ったら、めちゃくちゃ甘えるっていうか、なんか多分うちが彼氏といるところ二人きりのとことかを見られたら相当キモい、いやうちもそうだよ逆に、いやそんなもんだよね、えでもさなんかさ、うん、だんだんになるえ、どうだったっけもう忘れたなんか、私これ誰にも言えないけど彼氏がいたらこんなことしちゃいますみたいなことさ、ちょっと言ってる、え普通にさ、甘えるとかでさ、ねえとかさ甘えるのところでさとでもこれ私ならではみたいなさ、なんかある好きすぎて、なんか鼻くそとか触れるえ、すげえわかる、普通に取れるよね、え、なんか鼻くそついてるよとか言ってこうなんかできるよね、できるできるできる、なんでもできる、え、わかるわかるわかる、なんでもいい、もう目でも、なんでだろうが耳だろうが鼻だろうが口だろうが、うん、え、なんかよだれとかだって、そう、よだれとかでもなんでもできる、うん、それはさ、好きだからだよね、そう、そうなの、え、一個
すごいね、うん、絶対リホに惹かれること言っていい、この場で一回も話したことないと思うけど、うん、すごいうち匂いを嗅いじゃんなんかでもこういうとかじゃなくて、もうもろに、頭皮独特の匂いってあるじゃん、うん、汗かいてな、なんか1日過ごした後の頭皮とか、うんうんうん、耳とか脇、うち脇めっちゃ嗅ぐ、もう生でこの生で、生分かる、そうなんかすごい分かるわ、ちょっとちょっとちょっとそうちょっとちょっとじゃねえんだみたいなさ、なんか急になんかちょっとちょっとえ、待って、マジマンジだね、やばいね、本当にえ、マジでマンジ、いや、これ超嬉しいわ、え、だって、あ、え、足の匂いとかもいける、うん、余裕、全然いける、うちもね、うん、多分ね、何でもいける、もう何でもいける、いや、でも超嬉しい、うちこれ本当に言えないかも、付き合った人も超様子見る、最初からさ、なんか、うん、今日からよろしくねってなったとしてさ、うん、ね、じゃん、徐々にこの感じを出せてきたら、え、ちょっと言って、みたいな感じになる。あ、そうなんだ。そう、え、超嬉しいかも、これは。確かに、変態っぽいじゃん、うん。なんかそんなつもりないの、それ変えで、あ、興奮してきたとかじゃなくて、なんか、なんだろうな。なんかさ、落ち込んで、うん。じゃあ、うん、どういう人が好き？タイプ？見た目？あ、もう見た目でもいいし、じゃ見た目からいこうか。見た目惹かれがちなのは、うん、伝わるかな、犬っぽいパーマの。パーマってね、はい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 、あのさ、わかるよ、なんかこう、テンパみたいな、あ、それちょっと違う、全然違うんだ、テンパじゃなくって、うん、犬みたいな髪型の人、あ、なんかこう、シャカシャカシャカ、なんか、前髪も結構長い感じで、うん、それもいいので、うん、その人がセットしてない時、え、セットしてない状態のその長さの人、この長さの人、わかる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 、短すぎず、長すぎずみたいな、わかるわかるわかる、え、要するに男性のすっぴんよね、だから、あ、そう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 、髪をセットしてないっていう、寝起きとか寝る前の、そうだから、そういう髪型のうちはすっぴんを想像して、うん、好きってなの、すげえわかる、すげえわかる、てかもうそれで、うん、そのぐちゃぐちゃってなったので、うん、もうメガネとかかけててほしい、あー、わかる、メガネか、メガネ、メガネはね、別にいい、いや、してでもいい、オフ、オフしてでもいい、すげえ、してでもいい、メガネしてもいい、だけど目はいい人のほうがいい、あー、まあそれはね、純粋にそうだよね、目はいい方がいい、うん、それはそうだよね、そう、あの、それで言ったら、そのオフの感じで言ったら、うん、男の人のスウェットって最強だと思う、最強だね、あれ、だからスタイルいい人とかさ、やばいよね、あ、でも、うん、その、え、細身のスウェットって話、そうそう、なんかもうシュッてなってるやつ、シュッてしてる、うち結構ダボダボが好き、え、どういう、どういう、どういう、もうなんかちょっと一昔前に、うん、ギャルが制服の下に履いてたようなスウェット、ああ、いやいやいや、もうダボダボの、うん、ああいうのでもうなんか上下でグレーでいてほしい、はい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 、で、頭はノーセットでなんかもう粘土みたいなコスト、うわーってなんか、わかる、起きたの起きたの、少年みたいな人、少年みたいな心を持った人、あの少年じゃなくてね、ガキみたいな感じじゃなくて、じゃなくて、あの、虫とにしちゃうぞみたいな、わかる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 、弾けるとき超弾けるじゃない、わかる、俺なんか海、いやーわかるわかる、感じでなんかもう、だから、え、見て見て見てみたいなさ、テントウムシみたいな、もうテントウムシだよボス今思った、うちら多分さ、ボス出てきて始めてるの、うん、ね、だからそれ可愛いことされるとすぐ落ちる、めっちゃわかる、うん、可愛いのずるいよね、なんか男のあざとい人ってたまにいるじゃん、いる、低がっちゃいそうみたいな感じね、男のぶりっ子って結構モテるよ、モテると思う、年上にモテると思う、そう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 、タメとか、うん、うちらの同い年とか年上の人がなんか、ねえ、いいみたいな人来ても、まあまあまあそれはそれでいいんだけどいいんだけど、うちら今までさ、ここの年齢になるまでさ、年下って考えたことあった？ないでしょ、うちもなんか年下ってなんか絶対なしって感じだった、うんうんうん、もう年上がいいみたいな、うん、同年代とかさ、子供に見えちゃうみたいな、うんうん、尖ってたんだけど、最近年下の良さがすごい分かる、分かんない、分かる、
しかも1個とか下だったらなんか変わんないもん、変わんない、うん、でも年下彼氏が例えばできたとしたら可愛いみたいな部分があるとするじゃん、うん、だけどその中に絶対に男らしさを持っててほしい。わかる？ねえ、めっちゃわかる。もうねハゲドハゲドずっと住んでくるにんにん、うん、それは違う、それは違う、それは違う、違うじゃん、ただの年下じゃん、うん、わかるわかる、なんかただの年下ただの年下だってなんだけどそんなその中になんかこう、うん、ってやられたらパッみたいな、なんかたまに叱ってほしい。そういうことしないよ。あっねえ方だと思うんだけど、あ、20歳なんでお断りですとか50歳なんでお断りですとかはな多分ないと思うんだけど、うん、あえてそのじゃ下は何歳から上は何歳までいけるのか。下は2個下まで、うん、ちょっと待って、下は2個下までなんでかっていうとね、はい、3つ下に弟がいる、うん、だからこの3つ以上年下と付き合うって弟と付き合ってるみたいな、なんかわかる。あー、そっかそっか、犯罪意識になってくる、うんうん、弟よりは年上でいい、うん、あ、でもそれはそうなのか、うち下いないから。そうだね、なんかわかんないけど、その感覚は。じゃあ、うん、その子犬っぽいさ、感じとか外見のあったじゃん、うん、で、中身はその少年のような人なわけでしょ、うん、じゃあ、中身はすっごい少年のような人なの、リホの理想とする少年っぽい人なんだけど、その中身が少年っぽければ外見は気にしませんか？気にする。いや、あのね、外見気にしないっていうのはないと思う、誰も。あの、全く外見私気にしないんだよねって人たまに言うけど、全くはないと思う。全くはないよ。全くはない。そうなったらさ、え、誰でもいいのってなっちゃう、ね、そう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 。そのさ、外見とかもさ、その人の魅力の一つだ、うんうん、例えばこう、イケメンブスとか言われるけどさ、うん、それも魅力じゃん。じゃあブサイクの人もブサイクの人に魅力だったりとか、うんうんうん、一概にさ、全く気にしませんもん。無理だよ、無理。でも、ビスえ割とビスで、うん、私が、うん、ビスで一線かもしれない。いやでも結構言われる、うん、なんか彼氏とかできて、うん、え、待って写真見せてとか言って言うくだりあるじゃん。え、待って待って待ってこれみたいな、うん、あーでも、ね、優しい、そうみたいな、一緒だから、いい人そうじゃんみたいな反応されるそうかな。じゃあ多分全然タイプ違うよね。うん、違う。どういう、ないでしょ。いや、うん、あのね、ゴリゴリは嫌だ。別にそんなゴリゴリじゃなくていいけど、ガリガリも嫌なの。あー、はいはいはい。なんか、ちょっと、ぽっちゃりより。ぽっちゃりよりっていうか、ぽっちゃりじゃないの。なんか、肉付きがいい感じ。伝わった。ムチ、ガチ。ガチっていうか、わかんない。わかんない。ムチ？うん。ムチ系なんだ。え、違う。ガリ、ガリ系。いや、うちはそう、体では判断したい。急にイコール。体ではうち人は判断できない。え、じゃあもう本当になんか体重20キロぐらいしかない。いや、すっごい細い人と、100キロぐらいある大きい人だったらどっちが好き？究極の選択。究極だね、うん、もう本当100見た目だけで判断するってことでしょ、うん、判断する状況で20か100でしょ、うん、100だね。いや、わかんない。あるものを減らすのはさ、できるじゃん、うん、ないものを増やすのって難しいじゃん、うん、もう20になっちゃうと、もう好きとかより心配がかかる。てか待って、うちらやばいぐらい喋ってるよ。これさ、朝までこすじゃない？いける。いけるよ。余裕。まだまだ語り尽くせる。語り尽くせる、マジで。もうなんか男の人のなんか好きな仕草とかもう全然言いたい。いや、もうね、言いたい言いたい。聞きたい言いたい。時間が。この後、このまま語り尽くせる。ちょっと待って、まだまだ知りたいもん。盛り上がりたい。たまにはこういう話。ね、じゃあ本当にね、え、待ってみたいな、そういう男の人大好きとかいう話を全くしないの、マジで。タイプも知らなければ。いいな、系統の顔とかはなんかわかるけど、ね、わかるけど、あんまそこまでなんか。だって今日だってさ、マジで匂いとか、マジ話しちゃうかな、共感できたから、うん、いきなり良い共感できるとちょっと
多分いないと思う。もし募りたい募りたいなんかもしそのなんか脇の匂いとかその鼻息の匂いとか頭皮の匂いを嗅いじゃうよみたいな、うん、それが好きみたいな人がいたらコメントに書いてほしい。あと他にも私はここ嗅ぎます、うんうんうん、嗅ぎますじゃなくてもいい嗅ぐ限定だった嗅ぎます私こんなことしちゃいますみたいなのがあったら、うん、なんか次彼氏できた時にそれやりたいかも、うん、やりたいかもやりたいかも。参考させていただくわ。まずは彼氏から、うん、まずは彼氏からこういうトークテーマで語ってみてほしいとかっていうのがもしあればコメント欄に書いてほしい、うん、これについてどう思うかとか。うちら一日語れる、うん、もう酒も結構進んだな。酒飲みすぎたわ。見てこうやってみた。バラったか。今日のところはこのぐらいにしといてやるか。そうだね。とりあえずカメラは止めます。一応私たちはちょっと語らせてください。じゃあね、締めましょうか。いや、ぜひチャンネル登録とコメント、グッド、バッド、どっちか、あとは SNS のフォローも概要欄に SNS の URL 載ってるので、ぜひね、そこから飛んでください。今日は私たちのセキララカタリーヌにお付き合いいただき本当にどうもありがとうございました。